皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回は先日行われました5月の26日に行われました1万人記念スペシャルの第2弾、ウーア勝手に最強トーナメント in フォースラボを紹介させていただきたいと思います。イエーイ。前回はね、当日参加もあったんですけども、今回はなんと、まあ、告知からね約10日かからず、まあ、満員ということで、まあ、今回はね当日参加なしで行われました。正直言うとめちゃめちゃびっくりした。もう本当にね、皆さん嬉しかったです。ありがとうございます。さらにですね、今回は景品も豪華でした。ポテンシャルレーシングさん、フォースラボ様、 MRF 様、本丸ラジオ様、ミニオンギークス様、鈴木兄弟様、勝チャンネル様、高石建設様、本当にね、景品が豪華になりまして、レーサーのみんなもね、非常に喜んでました。でね、景品だけでなくね、じゃんけん大会の際にもですね、たくさん商品を出していただきまして、本当に皆さんありがとうございました。それではですね、いよいよ前置きは長くなりましたが、ミニ四駆ウーア勝手に最強トーナメント1万人記念スペシャルお送りしたいなと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは YouTuber の鈴木兄弟とシロップさんと、あと T.さん、これがですね、いきなり走るということで、大丈夫ですか、ヒロさんと後ろからいきなりフラットありますけど。はい、鈴木兄弟のリオさん。やばいねー。はい、2レーン、T、ヒロさん。はい、3レーン、鈴木兄弟から、スイッチさん。第4レーン、今回のウーアのトーナメント参加であるシロップさん。そして5レーンですね、鈴木兄弟さんから俊也さんの総合という形になります。さあ、それではいきましょう。 YouTuber ガチンコ対決スイカウソメということで、いよいよオープニングレースがスタートします。佐藤、スタートして最初に飛び出したのはシロッコとペペさんですね。まだその差は横並びといったところ。さあ、ここでシロッコ若干前に出たか。前に出たところで、これ見てください、ペペさんに追いかけられている。そしてそっとに追い出されてしまって、ペペさんもこれコース変わっておりますので、まあ、そのまま回収ということで、残ったのがなんと1台赤いマシンやってまいりました。これが考えて遊ぶラボ、ミニ四駆のねリーダー的存在、そしてチームの長男俊也さんがオープニングレースを制しました。おめでとうございます。はい、ということで第1ヒートになるんですけれども、なんと T ひろきさんのね協力を得まして、 T ひろき杯が開催されました。こちらがねチューン限定レースとなっておりまして、皆さんねチューン、まあ片軸でも両軸でもいいんですけど、中限定で走っていただくといったようなレースになっておりました。で、ちなみにね、これ今トップ走ってるのがチャーチさんね。チャーチさんのチューンの速さにね、僕たちびっくりしました。チャーチさんのチューンって俺ら見たことないよねとか言ってたら、なんか1個だけ持ってたみたいでね、1個だけ持ってたチューンで走らせると、まあ速いということで、さすがの FMA の走行でした。そのままチャーチさんがファイナルラップを帰ってきてゴールと。おめでとうございます。第1ヒート T ひろき杯チューン限定レース優勝決定戦スタート。スタートして最初に飛び出したのはしげさんですね。チャンピオンズのしげさんがぶっ飛ばしている後ろをメスブタ選手が追いかけます。さあ、その差は開きもしないし詰まりもしないが、どちらかがペラってしまったりすると、まあ、大きく離れたりその差が縮まったりしますが、どういう結果になるのでしょうか。さあ、しげさんそのままトップでファイナルラップで、ここでなんとキッカーフラップに弾かれてしまいまして、メスブタ選手の優勝です。おめでとうございます。続きまして第2ヒートはシロッコ杯片軸限定レースとなっております。ね、ちびっこと一緒のレースだったので、シロッコ渾身のジェントルスタートを見せたいと思います。さあ、ジェントルスタート、ジェントルスタートがこすい、ちょっとしかない、ちょっとしかないジェントルスタートの男はそのままコースアウトですね。おっと、大人の方もコースアウトして、なんと勝利したのは残った少年。おめでとう。なんか光ってるぞ。なんか光ってるぞ。なんか光ってるぞ。でも、これやばい。
私はですね、これはシロップ杯ですからね、シロップさんがカメラを構えていくという形です。さあ、ローアングルから狙っていますよ、皆さん。ローアングルから狙われていますよ。それでは行きましょう。はい、ということで、第2ヒート決勝戦ですね。片軸限定です。誰が勝つのか、4人が勝ち上がっております。スタート。スタートして最初に飛び出したのは黒色のマシン。その後ろから勝手にチームは大谷さんが追いかけます。大谷さんと黒いマシーンのこれデッドヒートなんですけれども、さあ着地してからの加速、セクションの抜けで大谷さんがこれは少し優位を取っておりますね。さあこの優位を最後まで生かしきれればっていうところなんですけど、ここで黒いマシーンコースアウトしてしまいまして、残ったのはさあ1台。さあファイナルラップ、これを決めることができれば大谷さん第2ヒート優勝となりますが、どうでしょうか。さあしっかり決めて大谷さん優勝、おめでとうございます。大谷さんちの蜂蜜がまたうまいんですよ。第3ヒートからはオープンクラスとなったんですけれども、なんと決勝戦に考えた遊ぶラボのリオさんとペペさん、そして勝手にチームウーアのあやねパパさんが出場しております。さあ誰が勝つのか。おと、ここでペペピットイン入った。ペペピットインに入りました。これはちょっと相手の電池を垂らす作戦、これが一体どういう風にね動くのでしょうか。今こう完全にはめられてますね。なまさかのリオさんもずっと回しっぱで、そこはしっかり止めておいた方がいいと思いますが、どうでしょうか。さあ誰が勝つのか、注目の一戦スタート。スタートして最初に飛び出したのは黒いマシーンペペさんですね。しっかりと後ろを引き離してトップで走っていく。ここでコースアウトしてしまいまして、残ったのはリオさん。リオさんとあやねパパさんの一騎打ちになりました。さあこれを決めることができれば、なんと考えて遊ぶラボさんが1ヒートを取ることになります。さあしっかり、これはね飛びが非常に綺麗ですね。さあそのファイナルラップ、これを決めることができればなんと女性レーサーのヒート優勝となります。おめでとうございます。さあそして迎えた第4ヒートの決勝戦、なんとジュニアが2名そして大人が1人、これ大人負けられないぞ。そしてジェントルスタートあんのかどうか。ナイースタート。スタートして、さあ大人のマシぐんぐんと、まあ、これはね大人の威厳を見せつけていただきたいですからね、しっかりと飛ばしていく。さあ後ろから女の子2人が追い上げるが、おっとここで大人コースアウトしてしまいまして、なんとあやねちゃんがこれは現在トップを走っております。先ほどね決勝戦にあやねパパさんも出ておりましたが、これあやねちゃんが優勝してしまえば、あやねパパさんはこれ肩なしですね。これね肩なしに向かって、肩なしに向かって、さあジュニアが優勝するか。ジュニア優勝おめでとうございます。あのすいません、あなたじゃないんで。俺じゃない、ごめんなさい。さあオープンクラスも最後のヒートになりまして、第5ヒートになったんですけれども、なんとですね第5ヒートの決勝戦が撮影できてなかったということで、誠に申し訳ございませんので、シロッコのねストレースをですねご覧いただきたいなと思います。さあシロッコ2周目、ここのねコーナーが1回も超えられておりません。さあ今回も超えられず、今回の、ね、大会はねシロッコここをねしっかり止めることができず、まあ、ずっとね敗北といったような感じで1日終わりましたが、負けても OK よ、すごい楽しかったんで。ではですね、いよいよ総合優勝決定戦の方に参りたいと思います。僕の MC はねもういらないですね。やっていきたいと思いますので、黄色い助けを。この人に見覚えはあるでしょうか。なんと勝手にウーア最強トーナメント第1回の MC ヤンキーさんがここでなんかスタンバってるということは、ちょっと待った、グッサン決勝の MC は俺が任せていただきましょうか。ここまでやらせておきながら、ここ僕でしょ。美味しいところだけ持ってく、それが MC ごと。初めてどうですか、初めてどうですか。ということで、決勝戦は、私、毎日握らせていただきます。甲信越地方を中心に MC、ミニオン大会の MC させてもらってます、MC ごとです。よろしくお願いします。
そんなことがあっていいっすか、しとくさん。ありです。もう主催がありって言ったら、もうあれです。お疲れ様でした、ぐっさん。あとは俺に任せてください。まあ、ちょうど喉も枯れてきたんでちょうどいいかな。じゃあ、頑張って。ありがとうございます。頑張ります。ということで、いよいよ総合優勝決定戦が始まるということで、白っ子もざわついております。でね、今回本当にね、最後までスターターをやってくださったシンクさんも本当にありがとうございました。豪華なスターター。ウーは勝手に最強トーナメント、登録チャンネル登録者数1万人突破スペシャルオープンクラスね、優勝決定戦選手を紹介させていただきたいと思います。まず1コースチーム MRF 所属、メスナー選手。皆さん大きな拍手お願いします。個人的には負けてほしいです、ね、そして2コース、考えて遊ぶラボ所属、 YouTube 鈴木兄弟チャンネル、リオ選手。個人的には一番勝ってほしいですよね。そして3コース、チームツインボー所属、ザキー選手。素晴らしい勝ち上がり、勝手にチームウーア、あやねすみません失礼しました、ホドローベース&勝手にチームウーア所属、あやね選手。あれちょっとすみません、4コース、勝手にチームウーア所属、大谷選手。決勝でやらかした。勝手に入ってみます。はい、選手の皆さん、準備は大丈夫ですか。はい、はい、カメラの準備も大丈夫ですね。マーシャルの皆さん、大丈夫ですか。はい、それでは行きたいと思います。大丈夫ですよね。いいですね、行きますよ。それでは本日5月26日ここ横浜フォースラボウーア勝手に最強トーナメント、チャンネル登録者数1万人突破スペシャル、オープンクラス優勝決定戦、それでは選手の皆さん、準備ができたらスイッチオン。シグナルにご注目。はい、スタートしました。5月26日、ここ横浜フォースラボウーア勝手に最強トーナメント、チャンネル登録者数1万人突破スペシャル、オープンクラス優勝決定戦、まずトップを走るのはメスブタ選手。さあ、2周目から3周目、依然トップをキープしつつ、あーと、ゴーグルのリオ選手、残念ながらコースアウト。さあ、トップのマシンは今川内、チーム MRF 所属、メスブタ選手、ここでいよいよファイナルラップ。さあ、ここで決まってしまうか、ここに、ゴーグル超えて、決まった勝ったのは1コース、残念ながら MRF 所属、メスブタ。はい、それでは表彰式の方を始めたいと思います。優勝、メスブタ選手。あなたは本大会においてよく検討され、当初の成績を収められてましたので、この栄誉を称え、これを申し上げます。昨日から本当にありがとうございました。おめでとうございます。じゃあ景品、まずは本場ラジオさんからアマゾンギフト券3万円分。で、続きまして、高橋建設さんから電動ドライバー、今流行りのやつですね。おめでとうございます。で、ポテンシャルレーシングさんからこれ穴を開ける自分ですかね。はい、ありがとうございます。そしてこれ YouTuber からなんですけど、カツチャンネルさんから、ミニオック六角チタンシャフト72ミリ、ありがとうございます。
でフォースラボさんからステッカーで、ウーチャンネルとミニオンギークスさんから、ボディいっぱいはい、おめでとうございます。これ自社製品ですね、これ。ちなみに MRS さんから、19ミリオールアルミキャリーローラーの贈呈です。おめでとうございます。優勝景品をじゃんけん大会に回してくださるそうです。ありがとうございます。はいはい、あ、ちょっと待ってください。まだ一つプレゼントが残ってます。はいはいはい、じゃあ、はい、ボスおめでとうございます。はい、ジョイの贈呈になります。あ、怒られそうなんでね。あ、ちょっと何もコメントしないですけど、詳しくは、ね、チロコ君の動画で今はね、チロカのやつとね。いや、何も言わないです。ありがとうございます。はい、それでは次は勝手に最強トーナメント準優勝大家殿、大家さんいらっしゃいますか。純粋に売りたい。じゃあ、ありがとうございます。はい、あなたは今大会においてよく検討され投手の成績を収められたので、その栄誉を称え、これを称します。令和何年5月26日主催ウーマチャンネルフォースラボ、おめでとうございます。はい、そしてこちら景品がですね、キット4つある中で、それぞれYouTuber チャンネルのサインが入ったものになります。で、こちら皆さんもです。で、これも考えてます。で、あと、はい、ポテンシャルレーシングさんからゴリゴリくんですかね。はい。トリカボディ、サボット山折りだ。で、フォースラボさんのシール以上でございます。はい、おめでとうございます。はい、皆さんで忘れないまい。頂上フォースラボ、ウーア勝手に最強トーナメント第3位、ザキども。あなたは本大会においてよく検討され、投手の成績を収められましたので、その栄誉を称え、これを称します。令和元年5月26日主催ウーアチャンネルフォースラボ、おめでとうございます。で、まあこれかなりのレアパーツですよね。なんと何スーパーエクチャーシュ FRP マルチ強化イエーイ。これはね、ちょっとね、ボケられないですね。あのこれは、ヒロト君というジュニアレーサーから、あ、ヒロトさんから、ヒロトさんからお預かりしました。あれハイパーダッシュドゥ。じゃあ、そうですね、なんか落とし物なんですけど。
あ、でもね、ほら、あの思い出とか詰めて帰ってくれればいいな。帰りそうなんで。はい。そして、セカです。落ちきました。そうですね。一平ちゃん、夜店の焼きそば、ガーリックマヨ付き、豚うま塩タレ味ということで、おめでとうございます。12個いるんですね。はい。はい、じゃあ第4位、リオ選手。はい。これ2個症状はないんですけれども、うどんですかいを、ダブルで、はい、大盛りですね。はい、おめでとうございます。そして、第5位、あやねちゃんですね。すごいよ、こんだけ速いレーサーがいる中での5位は本当にすごいと思います。うどんですかい。はい、ということでこのあとじゃんけん大会等をやってたくさんの、ね、景品をまた出して皆さん楽しんでいただけたかなと思うんですけれども、やっぱり今回の大会を通じて思ったことは、やっぱりレーサー同士の交流、そしてねミニ四駆 YouTuber の交流って素晴らしいものだなと思いました。次はねやっぱりもっとねもっとなんかエスカレートさせて、もう本当に景品もさらに豪華にして、内容もコースもグレードアップして、もっともっといいイベントができるように努力していきたいと思いますので、今回来れなかったね皆さんもいつか参加してみてはいかがかなと思います。そしてウーガチャンネルはねミニ四駆界隈を本当に活性化させてみんなで盛り上げていきたいと思っています。動画を見てくださった視聴者の皆さん、そしてね同じ YouTuber の仲間の皆さん、そしてミニ四駆をやっているレーサーさん、そしてねスポンサーの皆さんからのミニ四駆をね盛り上げていけるのはね僕たちしかいないので、ぜひね、イベント等に協力してくださる方を募集いたします。やっぱりねお店が減ってたり、ミニ四駆のねする場所がやっぱりちょっと少なくなってる実感はありますので、そこをね少しでも改善していくのはもう僕たちユーザー側が頑張っていくしかないのかなと思いますので、ぜひみんなでミニ四駆界隈を盛り上げていきましょう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。